はい。今回の動画は、日本語入力をオフにしたまま入力してしまった文字を日本語に修正できる無料ツールをご紹介します。で、まあ、こちらのツールですね。このリカナーという、ね、ツールになりますんで、まあ、動画見てね、気になった方は、このね、ダウンロードの URL の方ですね。まあ、窓の森の URL になりますけども、こちらの URL 動画のね、下の説明欄に入れておくので、まあ、URL クリックしてこちらのサイトに来てください。 で、パソコンで文字を入力をしていてですね、この日本語入力がオフの状態でこの日本語を打とうとしてですね、まあ、しまったと、あの、アルファベットになってしまったという経験は、まあ、ほとんどの、ね、方がしたことがあると思うんですけども、まあ、今回ね、このね、えー、ご紹介するこのリカナーですね、こちらをね、パソコンに、ね、入れた状態だとですね、これ間違えてね、打って、えー、ローマ字で打ってしまった文字をですね、えー、後からこの日本語入力に切り替えることができて非常に便利なので、まあ、今回の動画ではね、その簡単な使い方をご紹介します。 それではね、まずダウンロードの方はね、こちらのサイトに来てもらって、このね、窓の森からダウンロードというところをクリックして、ダウンロードをしてください。はい。で、ダウンロードが完了するとね、この ZIP ファイルでダウンロードされますんで、まあ、ここをダブルクリックして、まずは回答をします。 はい。で、回答の方が終了するとですね、こちらリカナとっていうフォルダーができて、このフォルダーの中にこのリカナとっていうこのアプリケーションのファイルがありますんで、で、こちらのツールはね、特にインストールが必要のないツールにはなるんですけども、このパソコンのね、スタートアップの方には登録する形をとりますんで、まずはこのリカナとっていうこのアプリケーションのファイルですね、こちらをダブルクリックします。 はい、そうするとですね、この初回起動の時に限ってですね、このスタートアップに登録しますかということで、まあ後から設定を変更できますということで、まあスタートアップから外すこともできますんでね、まあ基本はこれは,はいをクリックするようにしてください。はい、まあこれでですね、このスタートアップに登録しましたということで、まあ設定の方は完了になりますんで、じゃ実際にね、こちらのね、使い方なんですけども、ちょっとメモ帳を立ち上げて、じゃあ今ね、このね、日本語入力がオフの状態で、まあ何でもいいんですけど、じゃあパソコンと。 打ちましたとで、これ間違えて後から気がついてですね、あ、これ日本語になってなかったといった場合ね、まあ通常だとこれを消してね、まあ日本語入力をオンにしてもう一度打ち直すと思うんですけども、えこのツールが入っている場合はですね、これで間違えて打ちましたというね、後にですね、キーボードの半角全角キーですね、まあ大体パソコンの左上の方にあると思うんですけども、半角全角っていう書かれたキーをですね、3回連打してください。1、2、3と。 形でね、やるとですね、今このパソコンって形でひらがなに変換されたと思うんですけども、あとはスペースキーでね、これをまた変えることもできますんで、まあこういうですね、日本語入力オンオフをね、こう間違えたっていうね、ケースはね、本当にパソコン使ってるとね、まあの非常にあると思いますんでね、ぜひね、こちらリカナーの方ね、入れといてもらえると便利かなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。